それを聞かれても誰も答えられないんですよ。どのぐらいの世界でのレベルはどのぐらいの。拾った後ですね、スパイクできるように上手にとっさげちゃうんですよ。ああ、リベロなのに。なのにしたら怒られちゃう。今の強敵はどこでございますか。中国、韓国、中国、ブラジル、いっぱいあるんですけど。比較的安定していけるだろうから、ぜひ、金メダルを取ってもらう。日立リバーレで培ったディフェンス面っていうのが全日本でのチームでも課題としているので、その中心の選手になれるように頑張りたいなと思います。ロンドンオリンピックでは銅メダルでメダルを獲得しているので、やっぱ銅メダル以上のいいメダルを取ることと、あと個人的にはやっぱ思い切りプレーできたらいいなと思います。32年ぶりのオリンピックっていうのは、この東京オリンピックに向けて強化してるかなんかな、今。そういうわけではなくて、もう本当にたまたまメンバーが揃ってきた、はい、そこにオリンピックを、東京だとまあ無条件で行けますけども、うんうん、グアムではまあ日本人だけで、ずっと3時間泳ぎ続けて、あ、そう固めて、はい、体力作り、体力作りをずっとやりましたね。そっちの方は順手でボールがもらえるので、うん、そっちの方が得点取る機会は多いですね、やっぱり。ヨーロッパの体格の大きい人に日本のスピード感あふれる水球で、バンバンカウンターを決めていって、まあ、よく点が動くスポーツなので、そういうところを楽しんでもらえればなと思ってます。チームの勝利を引っ張るためにチームの柱になりたいと思っております。ベスト8、はい、目指していきたいと思います。